はいどうもこんにちは。えー、今回はね、ちょっとご報告をさせていただきます。ご報告動画です。実に YouTube らしい、YouTuber らしいご報告動画になると思うんですが、ゆくゆく思い,思い返したら、先週もある意味、ご報告動画だったんですが、2週連続でね、皆さんに お話しすることがあるんで、今回ちょっと絵を描きながらじゃなくて、スライドショー的なものを作ったんでね、これに伴って、皆さんにご報告があります。私、底辺フリーターが漫画家になれた話は、この度、 コミティアにサークル参加決定しましたはい <laughs>、えー、本当にもうこれタイムリーなお知らせになりましたあの。つい先ほどね、これ今ちょっと撮ってるのが3月24日の昼2時過ぎなんですけども、さっきね、あのー、コミティアのホームページで、あのー、サークル参加サークル IWEO 順に並んでる リンクがあっててて確認してきて無事自分の、名前が <laughs> ありました <laughs>、あのー、ちょっと一旦ね、事の経緯を最初から説明すると、今年のね、一発目の動画であの、今年やりたいことみたいな動画を出した気がするんだけど、その中に、コミュニティアに参加する、参加しますって言ったんですよね。だいたいこういう本出したいな、みたいなことを言ってて、 まあ申し込みをしたと。うん、でね、そしたら、あのー、コミキアから、今月の3月上旬にメールが来て、あのー、もともとサークルの募集の枠の数が3500サークルだったんですね。そしたら、それに対してね、応募が4350を超える数が来たと。で、コミキア側も、運営側もね、 あのなるべくちょっとあの書類不備があっても落選してしまうサークルをなるべく出さないためにホールをの使うホールを仕切り直したりあとあのレイアウトを仕切り直してなるべく多くのサークルの人たちを当選させるように動いたんだけどそれでもどうしても落選する人が出てしまいますっていうねもう事前のお知らせメールが来てたんですね。だかからあマジかと <laughs> せっかく意気込んで、あ、もうちなみに原稿できてるんですよ。もう意気込んで、準備したのに、仮にこれ落選になったら、ちょっとなんかもう肩透かし感やべえな、みたいな感じで思ってたんですよ。で、今日3月24日に、あのホームページ上で、とりあえず当選したサークルさんのリストは出しますねっていう連絡が来てて、先ほどね、えー、確認してきました。 5月5日、ゴールデンウィーク真っ只中の祝日金曜日ですね。の東京ビッグサイト、コミケ144サークル参加、無事、決定という運びになりました。これがね、あの、スクショなんですけども、あの、コミケのね、ホームページの、底のところに、こう、こですね、こう <laughs>。底辺フリーターが漫画家になれた。話がね、ちょっとあの <laughs>、 文字数オーバーで話まで入れられなかったんで、もうサークル名は底辺フリータが漫画家になれた。だからサークルの配置番号とかはまだね、決まってないと思うんだけど、とりあえずサークル参加するっていうのはもう確定になったんで、え皆さんにね、お越しいただけたらいいなと思っています <laughs>。いや、でも本当に良かった。落選したらマジどうしようかなみたいな。 次のコミュニティアが何9月とかだったからまあそこまでお預けかなんかそれもなんかモチ,ベ下がモチベ下がるって言い方もおかしいけどなんだかなって思ってたんでまあせっかくねあのコミュニティアに参加できることができたんで久,し久々にね、うん、あの最後だと2018年だったかな5年ぶりぐらいに参加することができてめちゃくちゃ嬉しいです で、えー、その、今年一発目の動画で話した、これがサムネをね、えー、動画で話したと思うんだけど、あのー、どんな本を出すか。まあ、コミケはだから当然、あの、一次創作ですね。あのー、二次創作じゃなくて、完全オリジナルの本で。今回は、今回はっていうか、まあ、今回はか、あのー、健全本です。うん。キッズでもね、えー、読める内容となっているんで、ぜひね、キッズの皆さんもね、<laughs> え来ていただければいいかなと思っています。 それまではね、俺コミケアも思いっきり成人向けで参加してたんだけど、全然コミケアもね、別に成人向けの本も出せるんで、一時創作であればね、うん、出せるんで、全然それは問題ないんですが、今回はね、最初ね、成人向けにしようかなと思ってたんだけど、まあ、特に思いつかなかったんで、もういいやと思って、で、健全向けにしました。で、どんな内容かっていうと、あの、まあ、タイトルがこの底辺フリーターが漫画家になれた話、メスっていうね、 要はあの俺を性転換させた単なるパロディ本です。ただのフィクションです。半分フィクションあ。半分じゃない。前半フィクション。後半ノンフィクションの本になってます。この左側のメガネをかけてる女性が俺って。これ、俺って。右側の子が、この子もある意味俺か。右側の子もね、あ,ある意味俺ですね。 なので、今回はちょっと、触りだけ、最初の2ページだけ、ここで <laughs>、軽く説明します。うん。どんな内容かっていうの。あと、後半もちょっとかな。うん、えっと、あの、学,学校法人、最強アートデザイン、専門学校。まああの、漫画、イラスト系の専門学校ですね。うん、最強っていうのはあの、俺が専門学校を通ってた時にね、まさにもう最強線に乗って、えー、行ってたんで、 そこから取りました。本日はオープンキャンパスにご参加いただきまして、ありがとうございました。最後にアンケート記入にご協力ください。みたいなことね。まあ、要はあのオープンキャンパスがやって、いろいろ体験授業とかやって、今、最後にね、もうお開きのところでアンケート記入をしているっていうところですね。で、まあ、高校生の女の子はすいません、記入終わりましたと。で、私がありがとうございますと受け取って。 で、女の子は、あの、先生の授業、すごく良かったです。と。で、私が、本当良かった。じゃあ、えー、ぜひ、今後も描き続けてくださいね。はい、私、高校卒業したら、ここに入ります。はキハキとね、もう希望に満ち溢れた感じで、この学校で頑張れば、私も漫画家になりますかとね、女の子は聞いてるんですね。あ、この右側の女の子は、さっきのカ,のカラーの時の、えっと、右側の子ですね。高校時代の子です。で、私が、 笑顔を崩さず、ぜひ一緒に頑張りましょうと言ってるわけですね。私はだから先生役ですね、この学校の。で、女の子がは,はいと言ってる、まあ、慣れるとは別に一言も言ってないということですね。で、えー、女の子はありがとうございましたと帰っていって、私が18歳の頃の私もあんな感じだったのかなと見送るわけですね。 で、3年後。だからもう、いろいろ学校の生活はすっ飛ばして、はい、もう卒業の日3年後っていうことですね。っていう内容、まあ、導入で始まります。だから、私が学校の先生っていうのはもちろんフィクションです。うん。これは、あの別に、専門学校の先生とかじゃないんで、単に、もし自分が女性だったら、ね、なおかつ、それ以外は基本的に同じような人生を辿ってたら、もしかしたら、なんか、こういう、 職についいいててたら面白なっていう完全にフィクションです、ねうん、まあもちろんでもこの YouTube でやってるネタとかはあの漫画の中でねポンポンと出していくんでこの動画を見てる人だったらまあまあ楽しめる <laughs> まあまあ楽しめる何、えー、だろうコメディ漫画になってると思います、うんまあ、読んでなくてもあ動画を見てなくても別に普通に 読める内容だと思うんですが、まあそんなのは、えー、作者本人の意見なので、わかんないですね。実際見てみないと。うんえー、で、なおかつ、あのーあ、これ3年後で、ね、なおかつ前半がそのフィクション漫画、パロディーフィクション漫画で、後半は、えっ、ー、と、ノンフィクション、要はエッセイ漫画って言ったら大げさだけど、ちょっとね、この動画、 さこのサムネイルにした動画3本あるんだけど、1つが、その、新人漫画賞を受賞したのに、あの、全然連絡もないし、担当もつかなかったし、肝心の賞、肝心のっていうか、賞金も、いつまでたっても払われなかったってエピソードこのサムネを、なんだっけ、タコピーの,あのサムネで話してるんだけど、それのちょっとこぼれ話と、あとあの、ね、えー、2と,と、 この開示のサムネで、えっと、フリータのままついに30歳になってしまって、一旦もう、一旦ちょっともう漫画は諦めようって決断して就職活動するときに、最後の思い出作りとして、夏コミに出たんですね。まあ、その時のちょっとこぼれ話と、えアラフォー DTL 漫画が彼女を作るの、まあ、なんだろう。こぼれ話ってほどでもないんだけど、その、この3つのに関する、 こぼれ話をちょっとあのエッセイ漫画形式で動画内でねちょっと喋ることはできなかった喋ろうと思えば喋れたんだけど喋らなかった喋ることを忘れてたエピソードをえーちょこちょこっとえ書いた漫画となっていますうんえなのでね B それちょっとねあのミスったのは B5 版で作っちゃったのよね44ページで俺さ それまで、同人誌って、その二次創作をほとんどでやってたから、その2018年まではコミキアに参加してたときは、英語版で作ってたの。英語版だよね。あのちっちゃいやつ。英語版で作ってたんだけど、あのー、2019年からまた二次創作やり始めて、そのときね、B5 版にして作ってたんですよね。うん、オフセット。表紙フルから中はモノクロのね。で、その癖でさ、そのフォーマットのまま作っちゃって、 わざわざこれ B5 番にする必要なかったよなって後でちょっと後悔しちゃってさその分コストたも高くつくしさ販売価格もまあ上げざるを得ないっていうかさなんかちょっとね悩んでんのが、まあ、いくらで売ろうかなとか、えー、あと南部スローかなーとか、まあ、通販はとかいろいろあるんだけど、まあ、まず南部スローかっていうのはもう本当に 悩むね。これ前にもちょっと話したけど、あのー、まあね、チャンネル登録者数がもうすぐ1000人、もうほぼほぼ1000人だから、1000冊す、する最初はね、1000冊するかなって思ってたんだけど、いやでも、さすがに1000人は来れないよね、と思って、いろいろ語った気がするんだけど、まあ冗談半分にね、もちろん。そしたらまあ、だいたいいろんなね、あのコメントつけてくれた方がいて、まあ、まあ100部ぐらいじゃないですかね、みたいな。 いいとこ100分みたいな。まあ、俺も正直、あのー、10分の1っていう数字が目安だと思うんだよね。まあツイッターとか、まあ俺はツイッターは始めるのがだいぶ遅かったから、あれだけど、まあなんだろう。実際来れる人は10分の1以下だと思うんだよね。ってことはまあ100で、100でも、でも、だからといって100が全部捌けるかと思ったらそんなことはないと思うんだよね。うん、コミィアだから。うん。 二次捜索じゃないからさ。所詮一時、所詮って言い方もおかしいけど、一時捜索だから。100かなぁ。もっと絞ってもいい気もするけどな。50ぐらいとかにしようかな。印刷所によってはなんか、30とか、オフセットで30とか50とか捨てるとこあったよね。ちょっと迷ってます。どうしようかな。いくらっていうのもね、俺最初だから、やべ、B5 版で捨てちゃったから、700円ぐらいにしようかなと思ったんだけど、 まあでもスタンダードに500円ぐらいにしようかな。そんな別に儲けるために作ってるわけでもないからな。単純にこれを機にこのチャンネルを知ってくれればまあいいかなぐらいに思ってたから。あと通販はまあ多分余ると思うからそこはあのなんだろうメロンブックスさんとかに委託は余った分を委託販売しようかなとは 思ってますね、うん。あの、ちなみにデジタルではちょっと出さないです。うん、もう本当にもう現物のアナログ、アナログっていうか本、オフセットの本だけで出すと、うん。デジタルではちょっと出すつもりはないので、えー、えー、まあちょっと欲しい方はぜひ買ってもらえればいいかなと思っております。いやーもう5月5日だから、まああと1ヶ月と1週間、 一週間、二週間一ヶ月、一ヶ月半ぐらいか、だから。なんだかんだで多分あっという間だと思うんだよね。あの、原稿は自体はね、もう全部出来上がってるんで、偉いでしょう。あの、仕事しながら、<laughs> いくつか仕事をしながら、まあちょこちょこっと、うん、原稿はね、まあ、言うて去年のうちからちょっとね、もう書き始めてたっていうのもあるから、全然間に合うんだけど、まあ、とりあえずね、あのー、 出ることは確定したんで、よかったなと思います。また、おいおいね、あの、ツイッターでも、あとこの動画内でも、ちゃんとあの、サークルスペースのね、番号とか、が判明したらね、あの、毎回多分動画の冒頭に告知していこうと思うんで、引き続き、よろしくお願いします。5月5日、祝日金曜日、東京ビッグサイト、 コミケ144。ピックサイトで僕と握手しました。あ、ご時世的に握手はダメか。はいあ。まあでも、うん。お待ちしてます。<laughs> あんまりね、対面だと俺多分うまく喋れないと思うんで。あと恥ずかしいんで、確実にサングラスと黒マスクはしていきます。顔出し NG なんで、自分。いやー、まあ楽しみといえば楽しみだけど、 ちょっと今からもうすでに緊張します。ぜひね、えー、参加していただければいいかなと思ってます。はい。えー、来週は、来週もまだ3月3 31日だよね。なんで、マッチングアプリの中間報告動画。だからもう3週連続報告動画で。ご報告動画になるんだけど、来週は、えー、マッチングアプリの、えー、中間報告動画をお送りしたいと思います。 お疲れ様でした。